キング、リンチェプリンスゴニーングとーセ性最後の M、歌唱曲決定、この2曲がなくと反響、続々続々,々。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。19日放送のテレビ朝日系、ミュージックステーション、2時間スペシャル、夜8時から、に出演するキング、 リンチェの歌唱曲が発表され反響が寄せられているアーテイル。岸形キング、リンチェプリンス、ペアウチフシ、ビューティフルフラワー、披露。キング、リンチェはデビュー曲のシンデレラガール、と、初のベストアルバム、ミスター、に、収録の新曲、ペアウチフシ、ビューティフルフラワー、披露披露。ビューティフルフラワーは、ファンへの感謝の思いをメッセージに込め、 過去現在未来を歌ったバラード曲となっている。2022年11月に平野市を、岸優太、神宮寺優太が、2023年5月22日をもってグループから脱退することを発表したキング、リンチェプリンス。2023年5月23日より、長瀬角と高橋海人、米印、こう、は正式には、はしごだか、の二人でキング。 リンチェとして活動していくためこの日の M が5人体制での出演は最後となる R。デビュー曲と新曲の2曲を披露することを受け、ファンからは、この2曲はさすがになく、嬉しいけど泣いちゃう、目に焼きつけます、などの反響が寄せられている。菱形スノーマンアイコスピッツらも出演。その他この日は、アイコ、いつ終えたら、ユーバーワールド。 ヒグマリオン、小崎優也、オーマイ・リトル・ガール、スピッツ、ときめきパート1、スノーマン、合言葉、スロー、が出演歌唱することが発表された。モデルプリス編集部、ノットスポンソード記事、モデルプリス。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。